ああ、聞きたくねえか？あんた、いや、できればネガビに協力してほしいことがあってな。詳しい話は直接したいんだよ。なわけだから、次の領土戦の後にでも、私とパトがそっちの幹部会議に参加できるよう、渡りつけといてくれ。なんだよ、文句でもあんのか？はっきり言えよ。知ってるよ、それがどうした？あ、リアルあれか。確かにな。仕方ね、私らはボイスのみで参加するか。ああ、無駄な気を使うことねえよな。はあ、けど、なんかちょっと寂しいかな。今までは結構気兼ねなくコールとかできてたからさ。ま、それはそれだ。いくら仲良くてもこういうけじめはつけとかねえとな。もし必要なら私がきっちり頼むさ。じゃあ幹部会議参加の件は伝えといてくれよ。ほう、赤いのが。うん。ほう、何なんだろうね。わかった。聞いて無駄になる情報でもなさそうだし、参加してもらうとしよう。いいのですか？歌いやフーコは直接会ったことがないと思うが、現赤の王は十分信用に足る人物だよ。あ、それならリアル割れしないようにアカウント名変えとかなきゃ。楓とかどうかな。それだと芸がなさすぎるのです。そうですよ、こういう偽名こそセンスが問われるのです。風のフランス語でバンとかいいと思うのです。それだとなんか男らしくなっちゃう気がしますし。いいなあ、私も変えてみよっかな。知ってる人まで名前を変えたら混乱しちゃうよ。あ、そっか。もみじとか。ふうね、そんな儚いイメージじゃないのです。二人ともその辺にしておけ。いい加減領土戦が始まるぞ。アッシュさんの師匠。ただの説明じゃないですか。まったく。ギリギリかな。行くよ。
よっさあ、うわっ、いくぞ、はっ、やっ、うっ、これはどう、負けを認めるよ。叩きのめしてあげますわ。ファイナルキック、やっ、ライトスピード、これは何かの間違いですわよね。私が相手になるんだから、ファイナルキック、やっ、ライトスピード、何すんのよ、トーンエフェクト、勝てた。それからISS ベータキットに関しては特に目新しい情報はありませんでした。そうか、引き続き情報を集めてくれ。はい、来たか、春雪くん。やあ、メガネブラスの諸君、うっせえな、王国威厳出してんだよ、邪魔すんな。似合わない。バドまで
ください。なんだかイメージと違うのです。ですね。まずどこから話せばいいかな。クロムディザスターの情報、それから我々に協力を要請する内容だな。わかった。まずクロムディザスターだけど、今プロミネンスのバーストリンカーが取り憑かれてる。それを確認した者は私だ。もちろんデュエルしたけど取り逃がしち、いや見事にやられちまったよ。だろうな。それだけルール無用の力を持っているということさ。ブレインバーストのパワーバランスさえ崩しかねないほどのな。取り憑かれた奴の名前はチェリールーク、レベル6だ。ジャッジメントブローで仕留められると高く食ってたから舐めてた部分もあったけど、奴はそんな三段なんか吹き飛ばすスピードとパワーを持ってやがった。奴の目的について何か聞いたか。この世界を呪う、破壊するって。やはり同じか。ああ、もう随分前のことだが、7人の王で協力してな。そん時私はいなかったぞ。レッドライダーの頃の話だからな。奴の目的、そして個々の王をしのぎかねない強大な力、どちらも全てのバーストリンカーにとって脅威だった。故に王たちはむしろ協力せざるを得なかったのさ。最下の鎧は己を倒した者に次々と憑依し生き続ける。そして取り憑かれたバーストリンカーの精神は鎧に侵食され、皆一様にこの世界を破壊するという衝動に駆られるらしい。奴を脅威と感じた当時の王たちは最下の鎧を封じるため手を取り合った。結果我々は奴を倒し、鎧はこの世界から消え去ったはずだった。夏の終わりにあのダスクテイカーが呼び寄せるまでは私もそう信じていた。その話は少し聞いてる。装備しようとしてどっかに飛んで行ったんだろ。その後何の因果かうちのルークに憑依しやがった。つまりはな、そのダスクなんちゃらからルークに渡った経緯はわかんないけど、その前あんたら七尾が協力して四代目クロムディザスターを倒した時、王の中の誰かが奴を密かに持ち去ったってことは確実だよな。そんなことはない。倒した後皆確認したさ。自分のアイテムボックスに最下の鎧がないことくらい。だとすると誰かが嘘をついていた。バカな、あんな最悪を持ち去るなんて何のために。理由なんてどうでもいいけど、今この世界でクロムディザスターが生きてるのが事実なんだよ。あんたらに協力を頼みたいのはその時戦ったメンバーの中じゃ一番信頼できるからさ。最初は私一人でゲリをつけるつもりだったけど、それが無理と分かって四代目クロムディザスターの時みたいなことが起きないよう信頼できるバーストリンカーだけで倒すことにした。ああけどパドだけで奴を抑えきれるかは分からない。でだ、シルバークロー、あんたを借りに来たってわけさ。この中で奴をしのぐスピードを期待できんのはあんたくらいだからな。それにリアル割れしてちゃ倒した後嘘つく気にもなんねえだろ。ま、そういうことだからさ、しばらくクルーを借りるぜ。断る。なんでだよ。クロムディザスターの討伐はこちらも考えていたこと、そのための準備も進めている。協力というならここにいる全員で協力させてもらう。ち
ちょっと待て。それではまた誰かが。ここにいる人間の保証は私がする。もしクロムディザスターを隠すような者がいれば私が責任を取る。もしそんなことになったら他の王も敵に回すことになるんだぞ。うちだってクロムディザスターがプロミノバーストリンカーなんて知られてる。いつ他の王たちの総攻撃を食らうか。元より覚悟の上だ。それに奴を倒す方法がジャッジメントブローだけとは限らないだろう。何？ここにいる千百合君のシュトロンコールにアーダーメイデンの浄化の炎、いずれも相手の動きを止める必要はあるが、奴を葬る有効な手段だと私は考えている。シュトロンコールに浄化の炎ね。シュトロンコールはよくわかんねえけど、浄化の炎ってのはあれか、呪いそのものを消しちまうってことか。そんなことできんのかよ。私はそう考えているが。なるほど、復帰したって聞いてたか。そのためか。準備を進めていると言っただろう。手段は多い方がいいと思うが。ちっ、分かってんよ。ただそれじゃあどっちが主導か分かんねえだろ。実績を含め一番確実なのはジャッジメントブローだ。プロミ主導で構わないさ。そうか。まあ言い出しっぺはこっちだし、ちゃんと礼はするから。全員プールにご招待。うっせえ。そっちは人数が増えて前より高くつくんだよ。文句言ってんじゃねえ。あと一つ確認なんだが。なんだ？そのチェリールークが8月末の時点で最下の鎧を偶然入手した可能性は？少なくとも9月の時点じゃ持ってなかったよ。最下の鎧の噂が出始めてプロミでアイテム検査をしたから間違いね。だとすると隠し持っていた誰かが9月以降に渡した可能性が高いということか。ふん。クロムディザスターは私と戦ってからしばらくなりを潜めちゃいるが、またいつ暴れ出すかわからねえ。奴の動きを探ってチャンスが来りゃすぐ連絡するから、それまで待っててくれ。探す当てはあるのか？たとえどんな手を使ってでも探してみせるさ。そうか。さてと、みんな急な話で申し訳なかったね。いえ、事情が事情なのです。やれることはやっとかないとね。ああ、そうだな。ファイブスターズ収集のリミットは1ヶ月。そう考えていいんですね。ああ、どうやら赤の王も他の王にうまく根回しをしているみたいで、そのくらいならなんとか持ちそうだ。わかりました。ファイブスターズが揃わなければクロムディザスターと戦う資格がない。そう考えておきます。それでいい。そろそろ行きましょうか。少しでも多くのエネミーを買ってドロップの確率を上げないと。そうだな。時間はできるだけ有効に使おう。ああ、では行こうか。3、2、1。アンリミテッドバースト。なかなか落としてくれないよな。ドロップの確率はそんなに高くないのです。コツコツ倒していくしか。うん、分かってはいるんだけどね。体力的にも時間的にもそろそろ限界が近い。思わぬ失態を取らぬよう
今日は次のエネミーを最後にしよう。それが賢明ですね。おあつらえ向きに出てきましたね。よし、みんな抜かるんじゃないぞ。はい。勝てた。先輩、それって…ああ、来るぞ。ファイブスターズだ。先輩、足…おお、なるほど、サフランブーツか。お疲れ様でした。予定通り今日はここまでにしますか。ああ、続きはまた来週だ。ではポータルに戻りましょう。